討論、三島幸男 vs 東大全教頭、美ト共同体と東大闘争は、三島幸男と東大全教頭との討論会。伝説の討論として語り継がれている貴重な討論会である。1969年5月13日の火曜日の午後2時頃より、東京大学教養学部900番教室の会場に集まった約1000人の学生と、 約2時間半にわたって討論が行われた。主催は、東大全学共闘会議駒場共闘分砕委員会で、前日の5月12日から、東大分砕が開催されていて、13日に、三島が招かれた。討論会の模様を収めた単行本は、同年6月25日に新庁舎より刊行され、ベストセラーとなった。文庫版は2000年7月に、 角川文庫より観光されている。我々は気違いではない、自我と肉体、他者の存在とは自然対人間、階級闘争と自然に帰る戦い、ゲームあるいは遊戯における時間と空間、持続と関係づけの論理、天皇と民衆をつなぐ、メンタリティ、過去、現在、未来の考え方、観念と現実における、 天皇とフリーセックスと、新人分離の思想、物と言葉と芸術の限界、天皇、三島、全教頭という名前について、我々はやはり敵対しなければならぬの14のテーマに、渡り、激しく討論が行われた。三島幸夫が到着する30分前から、すでに学生の前説の演説が行われていて、バナン屋玄関は満員だったが、何の案内もなく、 三島はどこから入ってよいのかわからなかったという。三島はその時の模様を次のように語っている。ふと見ると、会場入り口にゴリラの漫画に仕立てられた私の肖像画が描かれ、近代ゴリラと大きな字が書かれて、その飼育料が100円以上とかつてあり、葉隠れ入門その他の私の著書からの引用文が風刺的に次半にしてあった。私がそれを見て思わず笑いつていると、 私の後ろすでに大勢の学生が従々に従々と取り囲んで、自分の漫画を見て笑いつている私を見て笑いつていた。三島幸夫、砂漠の住民への論理的調子、討論を終わり得てまた、論争後半で、喉が渇いて、水を注文したが、水が来るのに二十分もかかったことに関連し、以下のように討論の感想を語っている。開放区にはなかなか水が見つからないらしいのである。 また、了解不可能な質問と砂漠のような観念後の羅列の中で、だんだんに募るつてくる神経的な疲労は、神経も肉体の一部であるとするならば、その精神の疲労と肉体の疲労との関わり、合皮が、これを絨毯の上の静かなディスカッションにとどめしめず、ある別な次元の頭皮へ人を連れていくという経験も与えてくれた。肉体も変数であり、 精神も変数であるようなところで、そのイライラした環境の中でぶつかり合うふことには、何ほどかの意味があるということを私も認めるのに、やぶさかではない。三島幸を、砂漠の住民への論理的調子、討論を終わり得てなお、事前に、警視庁から警護の申し出があったが、三島はこれを断り、知人や盾の会の同行者もいらないと、腹巻に担当と鉄線を忍ばせ単身で敵人に、 赴いた。全教頭らが、三島を論破して立往生させ、舞台の上で切腹させると嘘吹いていたことが、伝わっていたため、三島は、もし暴力を振るわれ、男子たる物恥かしめを受けるようなことがあった場合、その場で自陣する覚悟で担当を持っていくと言っていたと、される。縦の開会,会員の持丸博氏や森田必勝ら十人は、もし、先生に、指一本でも触ったら、 我々が黙っていないと、三島には内緒で会場に潜伏し、護衛のため前から2列目に並んで座っていた。警視庁も不測の事態を予測して、隠密に私服の刑事が会場で聴取していたとされる。この討論会は当時のジャーナリズムで大きな話題となった。翌日の5月14日付の産経新聞は以下のような3等のコメントを載せた記事を掲載している。 集会では、学生たちが全宣伝ほどに噛みつかず、三島市に全教頭一日参加を楽しまれた格好だった。会場に当てられた900番教室は、同学部で一番大きい教室だが、904人の学生が詰めかけ、超満員。討論会の後三島市は、全教頭の招きとあれば、敵に後ろは見せられませんからね。他の約束を断って出席した。 会場の入り口前に胸毛かなんか生やした僕の漫画が描いてあり、東大動物園にいない近代ゴリラだの、観賞料だのと書いてあった。あれは資金稼ぎの寒波だよ。共感なんかしないが、全教頭ってなかなか個性的な集団だねと言っていた。産経新聞、和気あいあいの対決、三島幸吉東大全教頭と討論当日の夜には TBS テレビで、 討論会の模様が13分間放送された。また、7月には討論の一部が、朝日そのラマより、そのシート発売された。ベストセラーとなった観光本の印税は、全教頭と三島で接伴され、三島はこのお金で、縦の会会員の夏服をあつらえた。この討論会の願目は、全教頭らが、 死の原理である行動を現在の一瞬にかけきれず、規制左翼の思考ルーティンである、未来へとつなげざるを得ない時間意識の呪縛から抜けきれていないところにあり、政治と文学の関係についても規制左翼的な政策的批判を踏襲するだけで、天皇制に集約される文化の母体の所在に無自覚であり、日本の歴史と伝統に関わる日本人の真相意識に根ざした。 革命理念を真に把握できず、それを拒否する姿勢で、自ら革命理念の日本的定着を弱めていることを三党から指摘されている点にある。しかし、このように三党と全教党の思考が平行線で噛み合わなかったものの、この対話が三党にとり、愉快な経験であり、天皇と諸君が一言言ってくれれば、私は、喜んで諸君と手を繋ぐという言葉に、 連体の表明がなされていると、岩佐強志郎は解説している。穂坂正康は、全教党らが三党の論理の本質を最後まで全く把握できなかったし、ある時には、空間には、時間もなければ関係もないなどと言い、三島の十中にはまって、解放クソのものが三分間でも一週間でも、続こうが、本質的に価値の差はないと答えさせられてしまったり、天皇という明治が、 ここの共同幻想の果てにあると、誘いをかけられた時にも、三島の言う天皇の実態を彼らが把握できずに、的外れな質問に終わっていることを指摘している。また、討論会の終盤では、論理の空転だけの経過に、剣いて、三島が焦燥感に駆られていることが、二列目で見ていた、持丸広氏には分かったとされる。保坂は、三島が、 この討論会の後で失望を抱いた理由を、全共頭らが、結局、事故の死をとしてまで、政治的スローガンを守り抜こうとしないことと、よなれた苦絶と甘えに通ずる虚偽にあり、三島が彼らの、限界を見抜いていたと解説している。美ト共同体と、東大闘争砂漠の住民への論理的長寿。ありがとうございます。